マリックグラスの中にコインを入れちゃうぜ、ウィー。そして何の変哲もない布ちれをかけちゃうんだな。おはいどうも、インディキマジシャン、照久でございます。どうぞよろしくお願いいたします。おえー、今日マジキりますよー。さあ、今日もここ、マジックバーインティキからお送りしてますよ。このチャンネルでは私、インティキマジシャン、照久が、いろいろなマジックの実践をしているチャンネルでございますね。皆様、チャンネル登録よろしくお願いします。また、コメントもよろしくお願いいたします。さあ、今回は、懐かしいマジックが出てまいりましたよ。こちらでございますよ。おえー、マリックグラスでございますよ。おい、さあグラスを使ったマジックでございますね。センセーショナルな道具でございますよ。何の変哲もないグラスにコインを入れて、おい、何の変哲もない布ちれをこうかけちゃうんだな。おい、そしておまじないをすると、おい、コインが消えてるよ。おいおい、さあいろんなことができるマリックグラスでございますが、今日はちょっと3つぐらいちょっとやってみたいと思いますね。おい、お楽しみに。おい、さあここにあるんだ、何の変哲もないマリックグラスと、おい、何の変哲もないコインがあるぜ。さあコインをグラスの上に置いておまじないをするぜ。ハンドパワーない。おい、コインが貫通してるぜ。おいさあ、すかな、こちら何の変哲もないマリックグラスと何の変哲もない指輪だぜ。おい、さあグラスの中に指輪を入れちゃって、何の変哲もない布ちれで蓋をしちゃうぜ。おい、さあ指輪もこの上からは出ないぜ。もちろん下からも出ないぜ。このままテーブルの上に置いちゃうぜ。おい、さあこの状態、そしてちょっとおまじないをしてふっとすると、何の変哲もない紙袋の中から、じゃん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 、さあ季節外れのものが出てくるぜ。おいおい、メリークリスマス、サンタクロースだぜ。おい、さあそしておまじないをすると、でん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 、おい、グラスの中の指が消えてるぜ。おい、そしてこちらのサンタ開けていくぜ。おい、雪だるまだぜ。おい、ペンギンだぜ。おい、誰だこいつ。おい、さあこいつの中に、でん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 、おい、指輪が入ってるよ。おいおい、さあ今度はテーブルを貫通しちゃうぜ。さあ使うのは何の変哲もないマリックグラスと何の変哲もないコインだぜ。さあコインをテーブルの上に置いて、マリックグラスでカバーをします。おい、そして何の変哲もない紙ちれで、さらにマリックグラスをカバーしちゃうぜ。おい、さあこんな感じで包み込んじゃうぜ。おい、入ってるぜ。おい、完全にコップの中に入ってるぜ。怪しくないぜ。マリックグラスもあるぜ。さあここからでございますよ。なんとマリックグラスでおまじないするとコインが貫通するぜ。ワン、アットゥー、アットリー。おい、コインじゃなくて、おい、マリックグラスが貫通したぜ。おいおい、さあまたマリックグラスを使うぜ。マリックグラスの中にコインを入れちゃうぜ。おい、そして何の変哲もない布ちれをかけちゃうんだな。おいおい、さあかけちゃうぜ。さあここからでございますよ。おまじないをするぜ。じゃん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 、おまじない、えい、じゃん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 、おい、ハンカチを通り抜けるコインだぜ。おい、マリックグラス、おいおい、いかがでございましたか。マリックグラスでございましたね。おい、さあマリックセレクションボリューム1ということで、かなり古いマジックでございますね。これが出た時にはもうたくさん買いました。私の周りのマジシャンもみんな買いましたね。おい、結構流行ったマジックでございますが、大体お蔵入りするか、壊れるんですね。これ地味にガラスなんですね。おい、これコインをこう入れてると割れちゃうんですよね。これね、これ僕のグラスもボロボロでございますがね。さあ持っている方は実演しないでちゃんと保管してくださいね。私の場合はもうこの外側の箱もなくなりましたからね。おいに。さあ、マリックグラスがなくても大丈夫ですよ皆様。 DP グループにはいろんな商品がありますので、 DP グループで似たようなのを買えば大丈夫だぜおい。さあ、というわけで今日の動画は終わりたいと思いますね。次回の動画もお楽しみくださいよ。それでは皆さん、さようなら、またね、バイバイ、ウィー。